第2子の出産が控えていますが、私が入院している間、夫と第1子が留守番になりますが、夫は普段家事育児を全くしません。しかし、なぜか彼は自分は家事育児ができると謎の自信があり、私がまだ家にいてフォローできるうちにやってみてと言っても、半ばに心配ない、できるよと言って練習したり流れを確認しようとしません。私がやってるのを見て、自分も簡単に子供の相手をしながら家事ができると思ってるようですが、普段全くやらない人がいきなりできるとは思えません。しかし、そう言っても理解してくれません。夫一人なら勝手に苦労すればいいですが、子供がいるので心配です。夫に子供の世話をしながら家事をする練習をさせるにはどうすればよいと思いますか？そういう男は謎の自信があるわけでも理解してくれないわけでもなくて、鼻からやる気がないんだよ。実家なり義実家なり、他に当てを探しておくか、やらないなら離れ婚ぐらいの勢いで戦わないと無理。第一子の年齢がわからないけど、いつから何時のおむつ替えと離乳食はあなたが担当、土曜日曜のお風呂はあなたが担当と決めてやらせる。やらないようならきつめに言うかな。次の土日にでも留守にしてみたら。とりあえず半日旦那さんに任せてみる。夫の子でもあるんだし、その時になればなんとかやりきると思う。あとはあなたの諦めが重要。1週間くらいのことだから、栄養のバランスとかは諦めて、清潔に生き延びてくれたらいいくらいでいたらいいよ。あんまりお膳立てしすぎて、なんだ家事と育児楽勝とか思われて軽んじられてもこの先良くないから。上の子が分別のない幼児で他に世話をしてくれる人がいない場合、最悪子供を預ける方向も考えた方が良くないかな。幼児の事故ってシャレにならない場合もあるから、ある程度危ないことが理解できるくらいなら1週間程度なら元気でいられれば良いと諦める。それより産後2人の子供を見ながら家事育児1人でやることはどう考えてるのかな。夫がそんなに自信満々なら、体調悪いふりしてでもやらせてみた方がいいよ。必要に迫られれば何とかしてくれない？上の子の年齢次第だけど、難なくクリアでかそうって本気で思ってるかもね。5歳くらいなら本当にどうとでもなりそうだけど、その感じだと2歳くらいなのかな。旦那実家が近ければ丸投げっぽいだろうことも書いてないから遠いのかしら。器用な人もいるから、実はやらないだけでできちゃうのか。留守番の期間とかももう少し詳しく。実は旦那が実家に頼るつもりなのかもしれないと思った。自分は世話しないから気楽にしてるとか。旦那は多分自分の母親に自宅に来てもらって、家庭内のもろもろは任せるつもりなんだと思う。だから奥さんには気まずくてそう言えないんじゃないかとゲスパー。明日にでも朝から晩までどっかに出かけてみたら？遅くなってすみません。何度か夫に、私が半日くらい出かけるから一人で子供を見ててと持ちかけましたが、そんなことしないでよい、いざとなったらできるから大丈夫と言って却下されました。私は夫に家事育児のレベル的に高望みをしているわけではなく、子供を危険にさらさないで3食食べて不潔すぎて皮膚炎などにならない最低限のレベルしか望んでいません。その最低限のレベルもできません。ちなみに彼はレギュラーコーヒーの入れ方もご飯の炊き方も分かりません。もしかすると義母を呼ぶつもりで、私の知らないところですでに話はついているので余裕かましてるのかもしれませんね。義母を呼べないように何とかするしかないですね。ありがとうございました。旦那育てるのは結構だけど、子供が犠牲にならないようにだけしてね。予行練習じゃなくても半日くらい出かけておいでよってならないのね。なんだか先が思いやられる。コーヒーの入れ方、ご飯の炊き方がわからないってやばいね。どんなバカでもできるように作られてるんだけどね。自分の時は、上の子は入院中は義実家に任せた。義母と先に話つけておいた。実家に帰る予定だったから、実家に上の子連れてきてもらったよ。夫は仕事休めない人だったし、上の子は目を離したらいなくなるタイプだったし、義母が頼りになる人だったからというのはある。義実家との関係性によるから難しいかもしれないけど、思い切って入院中頼るのもありとは思った。義妹も入院中は現役で仕事してる実母ではなくて、義母に1週間来てもらってた。それ、むしろ義母呼ばないとやばいんじゃない？わからないなら教えてあげればいいのにって思うけど、そういう一連のやりとりは、もうやり尽くした後なら。そういう旦那と結婚したのはそちらですから、一生、でっけえ長男ごと面倒見るしかない。というか何もしてこなかったのは、今に始まったことじゃないだろうに。よく2人目儲けたね。そこから間違ってるが、もう仕方ない。鬼になるか奴隷になるか。同感。上の子の世話も、おぼつかない旦那相手によく2人目考えられたね。実家の手助けも当てにできず、義実家も嫌なのに。